なあ、坂柳。何でしょう、南雲会長。で、都会への配属を希望しているわけではない。要件は何だ。役員の一ノ瀬穂波さんについて、南雲会長。これから彼女に対して攻撃を仕掛けます。役の場合、退学することになるかもしれませんので。あいつは俺が可愛がる予定の私物だ。大胆な女だ。軽井沢さん、新しい彼氏ができたわけじゃないの。ああ、すごい大人。軽井沢さんが平田くんと別れたそうよ。お前、軽井沢に振られたんだって。わ、山内やめれ。山内春樹くんはいらっしゃいますか。少しお時間よろしいでしょうか。おい、話せよ。もちろん空いてるよ。これは罠よ。あなたが誘われるという事態が異常だよ。それ坂柳ちゃん。遅くなってごめんなさい。一ノ瀬さんの周りに妙な噂が流れてるの。